はいみなさんこんにちは、村長スタジオです。今日はとっても重要な発表があります。今、流行りのボイスボックスとサウンドライナーというナオさんの開発したソフトを組み合わせていろいろアイデアを相談したら細かい機能をアップデートしてくれて生声の動画からキャラボイスに変えるとても素晴らしいシステムが完成しました。生声からというのは 画面の左上にありますように OBS Studio で、私が解説動画をこのようにして作ります。それが結果として、その下のキャラボイスの動画に変わる、ということです。それにはブリュートイう音声認識ソフトで SRT 形式、いわゆる字幕のファイル形式で書き出しまして、サウンドライナーで読み込みます。そうすると、ボイスボックスと連携しまして、文章を自動で読み上げてくれるようになります。 今までもそのファイルは A のように分割の w a v ファイルとして保存ができるようになっていたんですが、これでは最終の動画編集に持ってきた時に生声のタイミングに合わせる必要がありました。でも今回は B のパターンが完成しました。これは字幕ファイルの時間軸で喋った音声をそのタイミングで w a v ファイルに書き出してくれるということです。 ですから動画ソフトに載せるだけで、ほぼタイミングがうまく同期するということです。この仕組み自身は最近 E1S さんが発売しました。ボイスピークというソフトでもできるわけですけれども、それは有料だったりします。私がボイスボックスにこだわったわけというのは、まず一つ目に、キャラボイスがたくさんのバリエーションが存在するということです。ボイスピークの場合は女性が3つと男性が3つ。 そして少し可愛い子供の声。私はもっとエンタメ的なトークで動画にしたいのだ。少しビジネスよりなボイスですので、楽しい動画が作りにくいのです。でもボイスボックスは無料ということもあり、とってもたくさんの開発ブレーンさんがいっぱいキャラボイスを出してくれています。それらを使うと、とてもユニークなキャラボイスの動画ができるようになります。サウンドライナーの開発のナオさんも、そしてボイスボックスの開発の広島さんも、 あの有名なドワンゴという会社の開発チームの人で2つのソフトは会社とは関係なく個人的に界隈を盛り上げていましてキャラクターがこんなにたくさん出ています今後ももっともっとキャラボイスができていくと思いますそして今の時点でもサウンドライナーは声フォントにも対応していますとってもたくさんのキャラクターにトークをさせることができるというわけです 前置きはこれぐらいにしまして、実際の使い方に入っていきます。今、画面に立ち上げましたように、先日この動画を作りました。ちょっと聞いてみてください。はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は久しぶりに、U、U-Jab の新しいバーチャルベーシスト、スラップという音源ができましたので、それをご紹介したいと思います。 こんな感じで生声の解説動画ができているわけです。このファイルを画面に立ち上げています。ブリューという音声認識ソフト。これも無料なんですけれども、これにドラッグをすると、このような画面が出てきます。日本語ですので、これで確認をします。すると画面の右の方で分析をしています。しばらく待っていると、これを音声認識して、この画面に表示されるというわけです。 完成しました。これで約1分ほど待ちました。このように、はい、皆さんこんにちは、村長です。という風になっています。ここで村長というのが、村長する村長になっていますので、こういうのを便利に変えれるように、ストリームデッキに登録してあります。ボタンを押します。このように、よく使う言葉などは登録してありまして、素早く編集ができるようにしています。 この調子で修正を施していきます。15分ぐらいかかって全体のチェック作業をしました。チェックが終わりましたら、ファイルから他の形式でエキスポートというのがありますので、字幕ファイルを選択します。そしてエキスポートというのを押します。そのままスラップ SRT という形で保存をしたいと思います。そしてフォルダを開く。そうしましたら、ここにスラップ SRT というのができました。 次はサウンドライナーを立ち上げます。ファイルメニューにファイルから取り込み、そして SRT というのがあります。これも新たに開発していただきました。ドキュメントの中からスラップ、SRT を読み込みます。開きます。このように字幕が読み込めたわけです。次にはボイスボックスを起動します。ボイスボックスには、たくさんのキャラボイスがあります。 今日は男性の声でお話をしたいと思います。これはバックグラウンドで立ち上がっていればいいわけですけれども、ちょっと確認をしたいと思います。ここにキャラクターの名前とボイスボックスというのがありますのでこれを選択します。一番上だけやっておけば、そこから下は全て同じでいけます。もちろん変えたい時には、ここで変更を加えればよいわけです。そして、それをしましたら、音声というメニューから、 ソフトウェア音声の自動生成というのを選択します。Ctrl F1 でも OK です。そして、どこに書き出しますかという風うになりますので、新しいフォルダを作ります。スラップベースの動画ですので、このスラップというのを選択します。そうしましたら、この画面の下の方に、音声の生成を実施中、という風うになっています。 しばらく待ちます。約半分を過ぎました。完了しましたということです。ここまで約3分ぐらいかかりました。ここでどのようになったか見てみましょう。はい、ここにスラッ k というフォルダがあります。するとこのように、アブファイルが分割されてできています。ちょっと聞いてみましょう。はい、みなさん、こんにちは。村長スタジオです。このようにできています。そうしましたら、ここで動画メディアを読み込みます。 映像ファイルの読み込みというのがあります。ここでスラップを読んでみます。今日は久しぶりに UJM の新しいバーチャルベーシスト、スラップという音源ができましたので、それをご紹介したいと思います。スラップというのは、名前のごとくスラップベースを弾けるような、そういうソフトです。今、トラックの一番上に、 ドラ,ドラムのループを入れてあります。ちょっと聞いていただきましょう。ょいいょうこのようなループです。このように出来上がりました。これを w a v ファイルに結合します。これが今回の新しい機能です。音声を w a v ファイルへミックスダウンというのがあります。これで結合をしてくれます。 ここで、スラックと、打ちます。そして保存をします。画面の下の方に、ファイルの合成中という風になっています。しばらく待ちます。これも3、4分かかりそうです。アブファイルの書き出しが終わりました。ということで、 このように完成しました。ちょっと聞いてみましょう。このスラップワブというものです。はい皆さんこんにちは、ソンチョスタジオです。今日は久しぶりに u j m の新しいバーチャルベシスト、スラップという音源ができましたので、それをご紹介したいと思います。このように読むことができました。先ほどのテストでは、UJAM というのを UJAM という風うに呼んでしまいました。 そういう場合は、ボイスボックスの方に辞書登録をしまして、ちゃんと読ませれば正確な発音になります。今日は久しぶりに Ujam の辞書も上手に使わないといけないということになります。どうでしたでしょうかあとはこれを動画ソフトに当て込むだけでできるようになります。はい、これが動画編集ソフトの画面です。この部分が映像の部分でして、一番下がボイスボックスで喋らせたトラックです。 その二つ上のこのトラックと位置がほとんど狂わないで合っています。ちょっと再生をしてみます。そしてここにはスイングもあります。ちょっとドラムがあったらわかりにくいので、ドラムをミュートしておきます。スイングを大きめにします。このように動画編集ソフトの私の生声と同期しているということになります。冒頭にお話ししましたように、時間軸に同期して、アブファイルを一つに書き出せるので、 この D というパターンをやってみたわけです。もちろんその前に A という分割での音声ファイルがあります。この状態で並べるのも一つだと思いますけれども、このようにして字幕も読み込めば字幕入りのキャラボイス動画が完成するということになります。簡単に書けばこの画面のようなことです。生声の解説動画をボイボキャラの解説動画に変えるということでとっても時短で効率化ができるというようになります。 ボイスボックス自身はこの時間軸というのを持っていませんからなおさんの開発してくれたサウンドライナーでとっても便利になったというわけですまた次の機会にはダウンロードの仕方などを解説したいと思っています村長スタジオでしたまったね